ジョロフライスジョロフライスは、アフリカ大陸の西岸、ギニア湾北岸の諸国で食されている料理である。外見や作り方はピラフに似ており、名称は、ウォロフ族のメッシに由来する。その名の通り、ウォロフ語使用者が多く居住する、セネガル、ガンビアで生まれ、さらに歴史的経緯を経て、ナイジェリア、ガーナ、そして、北米へと伝わった。 現在、アメリカで広く知られたアフリカ料理である。牛肉、鶏肉を食べやすい大きさに刻み、塩、胡椒、ニンニクで下味をつけた後、ココナッツオイルを熱した深鍋で炒める。玉ねぎのみじん切りとトマト、トマトピューレを加えてさらに炒める。鍋に水を注ぎ、ナス、キャベツ、ニンジンなどの野菜とナツメグ、生姜、クミン、唐辛子などの香辛料を、 適宜加えて煮込む肉や野菜が柔らかく煮えたところで別の皿に移し鍋に残った煮汁で米を炊く炊き上がった飯を皿に盛り付け取り分けた具を添えるジョロフライスの故郷であるギニア湾北岸にはアフリカ料理の中でも特に洗練されていると言われるセネガル料理が存在するがそれにはベンナチンというジャンルがある肉や魚 野菜を炒めて煮込み、その煮汁で飯を炊く一種の炊き込みご飯。文字通り鍋一つで、すべての煮炊きが済む、調理法で、チェブジェン、チェブヤップなどの料理がある。ジョロフライスは、外見も、調理法もチェブヤップに酷似している。おそらく、奴隷貿易などで連れ去られた、ウォロフ族が、北米の農場などでチェブヤップを作り、それが、ウォロフ族の飯として、英語で定着した。 あとに、アフリカに帰還した元奴隷の子孫や自由黒人により、ナイジェリアなどにも伝えられたものと考えられる。ありがとうございます。